本日は労働市場改革委員会という、持続的成長に資する労働市場改革を称しまして、ハイブリッド型雇用と外国人材の活躍推進に向けて舵を切るということにつきましてご説明申し上げます。提言の内容につきましては委員長の木川さんよりご説明いただきます。よろしくお願いいたします。はい、それじゃあ私の労働改革委員会のご協力者の木川です。今日お手元の資料で、お渡しをしておりますけれども、持続的成長に資する労働市場改革ということで、競争力強化に向けた雇用の流動化と戦略的な外国人材の受け入れの仕組み作り、これを提言のテーマにして、実は発表をさせていただきたいと思います。提言の内容について、目次のところでご覧いただくようにですね、3部構成になっています。その3部構成に従って簡単にポイントだけご説明を申し上げたいというふうに思います。まず現状認識、問題意識であります。我が国の生産年齢人口、これがもう明確に減少してきたのに伴って、労働力不足が大変、大きな問題になっています。こうした中で生産性を、向上させながら持続的成長を実現していくためには、やはり多様で柔軟な働き方を可能にするような労働市場改革、これによって成長分野から成長分野の方にちゃんと労働力がシフトしていくような形、つまり雇用の流動化を図ること、これが必要であり、またその流れの中で外国人材の戦略的な受け入れ、これも必要になってくるというふうに考えます。こうした視点からメンバーシップ型雇用とジョブ型雇用とのハイブリッド型、こういう雇用の在り方への移行、これをまず1点目として提言したいということと、並びにいよいよ今週から始まります新たな在留資格制度、この問題に関わる提言を申し上げたいということですが、その中で外国人材との共生社会に向けた取り組みについて、これも大きなテーマになるかと思います。それじゃあ、提言のポイントを申し上げます。まず最初の雇用流動化の仕掛け作り、メンバーシップ型からジョブ型雇用とのハイブリッド型への移行という問題です。本文でいうと8ページ目から14ページ目に書いてあります。まず言葉の定義をしておかないといけないんですが、新卒一括採用、年功賃金、終身雇用、こういったものを前提とした職務、労働時間、それから勤務地、これが原則無制限、無限定であるという雇用をメンバーシップ型雇用、そしてまたそれらが限定される雇用をジョブ型雇用というふうに定義した上で、メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用とのハイブリッド型に移行をしたらいかがかという提案内容になっています。そのハイブリッド型雇用、これも新しい言い回しですけれども、企業が、企業にとってみるとですね、メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用の選択肢を、明示をする、これを、明示した上で、働く個人がですね、自主的に働き方を選ぶことができる雇用の在り方、これをハイブリッド型というふうに我々は提起をしております。そしてそういうものを導入することによって、ちょっと資料の、ニュースリリースの1ページ目、あるいは本文の方のですね、9ページ目見ていただくと分かりやすいと思うんですが、一応どういう形に雇用の形態が移動、ポートフォリオが変化していくかというイメージ図です。これ2030年に向けてと書いてありますが、2030年自体に意味があるものではありません。やはりこれから10年ぐらいをかけて、いろんなハードルはありますけれども、構造がこういうふうに変わっていくのが望ましいのではないかということを示してあります。ご覧いただくように、メンバーシップ型のパイが小さくはなってますね。下の方に行くとね、そして、ジョブ型のウェイトが高まっていく、そしてまた派遣とかパート、アルバイト等のパイが小さくなって、その一方でインディペンドコントラクターというふうな、起業をするような人材、
これもパイワークラムと。で、層としてここで点線で囲ってあるような形で、そのジョブ型とそれからメンバーシップ型が併存するようなポートフォリオに移行していく、こういう流れが望ましいんではないかなという、まあこれ現実的に一気にジョブ型って言ってもなかなか無理があるという考え方から、こういうふうなハイブリッド型を目指すべきであるという観点であります。まあこのハイブリッド型の雇用を導入することによって、企業はグローバル化や産業構造の変化によって柔軟に事業を組み替える、そして必要な人材を確保しやすくなるというメリットがあると思います。そしてまた個人、働く個人にとっては多様な選択肢の中から自分の能力、ライフスタイルに応じた働き方を選ぶことが可能になるということでありますし、また市場と労働市場ということで考えると、高度人材に限らない働くすべての個人にとってキャリアアップにつながる雇用の流動化、まあネガティブな流動化というよりは、ね、ポジティブな流動化が可能になるというふうに期待をしているということであります。そしてこういうハイブリッド型雇用に移行する際に、やはり企業がなすべきことというのは、雇用の入り口と出口の多様化するということであり、そしてまた社員のキャリア形成の支援をする、また役割に応じた人事処遇制度、こういうふうに制度自体を改めていく、こういうことであると思います。そしてまた国がなすべきことというのは、やはり退職金優遇制税制の見直しとか、在職老齢年金による年金減額制度の廃止、あるいはリカレント教育、こういったものにやはり国が関わっていく、真剣にその辺を検討していくということであるかと思います。続いて、2番目の、まさに今非常にホットになってますが、戦略的な外国人材受け入れの開かれた仕組み作りと、こういう点についてポイントを説明をします。今春に、創設をされる新たな在留資格についてはこの政府が労働力不足への喫緊の対応として、こういうものに踏み切ったというのを大いに評価をしたいと思います。その一方で、まだ基本的な考え方とか制度設計、これについては十分な議論が尽くされているというふうには残念ながら言い難いと、そういうふうには言い難いというふうな考えを持っています。したがって当面は、この、在留資格制度、これをパイロット的な位置づけで運用をしていき、その効果の検証も踏まえて、制度設計についても包括的な見直し、これを含めた検討が不可欠だというふうに、提言では申し上げています。そしてまた具体的な提言の中身でありますけれども、短期的な問題、それから中長期的な問題、そして共生社会、いわゆる社会統合政策、これに関わる問題ということで、3点に分けて項目を列挙しています。リリースペーパーをご覧いただくと、裏の方をご覧いただくと、それが列挙されています。まず短期的な問題でありますけれども、その第1は客観性、透明性ある受け入れ業種の選定ということであります。透明性あるプロセスを確立すべく、労働市場テストのようなものによって、国内で必要な労働力が確保できていないことが確認できた場合には、外国人材の受け入れをやはり弾力的に認めるという仕組みを導入すべきではないかということであります。そして2つ目が、クオータ制、割当制度ですね。労働需給の分析に基づいて、派遣国、それから業種、それから地域地区、こういったようなもので受け入れ人数を毎年決定して、その範囲内で外国人材の受け入れを行っていくというのが当面の入り口ではないかなというふうに考えます。そして、中長期的にはやはり、新たな在留資格制度の実効性を高めるために、ちゃんとした仕組み作りというのをやはり合わせてやっていく必要があると考えます。そのポイントは4点です。1つ目が外国人材受け入れ政策を統括をする組織、これを創設をし、実効性ある管理の仕組み、法の整備を行っていくべき
ということであります。まあ、法務省の入管局を庁に格上げするという入り口でありますけれども、それだけでは十分ではないのではないかということです。そして、そういう枠組みの中で送り出し国と二国間協定を締結した上で、外国人材の採用から帰国まで、このプロセスにおいて国が、かなり、直接関与すべきであるというふうに考えます。そしてまたそれができるための法律の整備が必要だということですね。それから2つ目が、外国人材受け入れの可否を検討する専門的機関の創設と労働市場テストの実施であります。その受け入れ可否を検討する専門機関による分析に基づいて、そういうものを踏まえて労働市場テストを実施して、その結果に基づいて、受け入れ業種あるいは割当クォーターを決定すべきだと考えています。そして3つ目が、技能実習制度と独立した制度運営にすべきだということです。新たな在留資格は、入り口では技能実習制度と接続をした、そういう前提とした枠組みになっているように思います。ただ両制度の目的は明らかに違います。そこで両制度は接続をさせずに、それぞれ独立した制度として運用すべきだというふうに考えます。そしてまた技能実習制度についてはそのニーズの本当の有無、これを踏まえて廃止も視野に入れた見直しの検討も必要ではないかということも付記をしております。そして4つ目、これが雇用許可制の導入ということですね。外国人材に日本人と同等以上の給与水準を払え、給与を払って適切な労働環境を用意できる優良な企業や事業主のみが外国人材の受け入れができるよう、受け入れ企業等は許可制にするという考え方であります。加えて受け入れ許可の可否を判断するために、企業等の財務状況あるいは居住環境の充実度等に基づいて、その受け入れ企業等を評価する加減点を行うポイント制、これの導入も提言をしております。こういうのは規制緩和の流れに関するんじゃないかという意見もありますけど、やはり国が直接関与し許可をしていく、こういう入り口ではそういうやり方をし、その成否も見ながら順次変えていくというふうな大局的なことが必要かなと思います。そして大きな3つ目の外国人材との共生社会の実現に向けた取り組みについては3点ですね。1つは家族帯同の問題。これは5年間は家族の帯同が認められていませんが、一定の就労期間を経て家族帯同が可能とするようにすべきだということです。そして社会統合政策の一環として、日本の歴史文化、これの学習支援が間違いなく必要だと、その費用は企業も負担すべきであるというふうに明確に書き込みました。そして2番目が、外国人材の生活環境の整備に向けた自治体への支援の仕組みですね。自治体の財政も非常に厳しい状況です。で、したがって国が自治体に対して学校教育等の行政サービスについてガイドラインを示す、やはり基本形を示した上で自治体と連携を取るべきだと考えます。そして予算措置をして、多文化共生の範囲内であれば使途の制限を設けない財源を自治体に対して配分するという考え方を提言をしています。そして3つ目が、指定の教育、集落義務の話ですね。この辺についてはもう明確に彼らにも就学義務を課すことを検討すべきだというふうに思います。そしてまたそれをやれば当然日本語教育をする教育者が必要であります。したがって教師の資格要件も緩和し、教員数の増加を図った上で外国人生徒に対する教員配置を拡充すべきだということであります。これが共生社会ということですが、この3点に加えて留学生の活用を本気でやったらというのも入れました。4年生大学の卒業資格がある場合には専攻と在留資格との関連性を問わず、広く日本企業での就職を可能とするような在留資格要件の緩和が必要だというふうに考えます。そしてこの外国人材の受け入れということ、それから雇用の流動化に向けた資格作り、この両方にかかりますが、
やはり経営者が果たすべき役割、責務というものについて復元をしています。やはり、とりわけ外国人材の確保に必要なコストを担うことは経営者の責務である。もうもはや安価な労働力として外国人を活用するというふうな認識は改めるべきであって、中長期的な視点から戦略的に外国人材を活用育成をするという姿勢を明確にすべきというふうに思います。多様な人材の活躍を促すことは企業ひいては我が国の成長の鍵であるというふうに言っても過言ではないというふうに思っています。したがって、いろんな技術革新で生産性を上げるということもありますし、それから景気変動の時に調整弁として変な使われ方をしないというふうな仕組み作りも含めて、やはり女性、高齢者、外国人、そういったような多様な人材が活躍できる労働市場の在り方っていうのを常にずっとこれからも議論し改革をし続ける。一度決めたらそれで終わりっていうことはありえないというふうに思います。新たな在留資格制度の導入、これは間違いなく社会にこれまでにない変化は起こすんだろうと思います。したがって、政府が果たすべき責任は非常に重いと思います。そしてまた同時に企業も責任を持って変化に対応する覚悟をする、こういう気持ちを込めて、今回の提言をまとめさせていただきました。以上が提言の内容ですが、ちょっとお手元にですね、提言とは別に、今回の政省令案に対するパブリックコメントも配布をさせていただいております。このコメントは提言をもとに作成をしておりまして、本日法務省に提出をいたす予定になっています。それで、そのパブリックコメントの提言の対応関係、ここについてちょっと簡単に申し上げておきますが、パブリックコメントの1番目の契約受け入れ期間支援計画等の基準に関する省令についてに対応する箇所は、ページ数でいうと21ページの企業に対する雇用許可制の導入というところに対応をします。そして、パブリックコメント2番目の入手、ところについて対応する提言箇所は17ページの登録支援機関に対する許可制の適用、そして20ページの技能実習制度と独立した制度運用、そしてパブリックコメントの最終パラグラフについては15ページの冒頭部分、これと対応しているというふうに対応関係を一応説明をさせていただきます。ちょっと時間だいぶかかりましたが、説明は以上であります。どうもありがとうございました。すみません、感じしたかった、この15ページ以降を見ますとね、割と制度について問題点いろいろ鋭い指摘をご指摘されている一方で、当面はパイロット的な位置づけで運用しているんですけど、もう5人3人ぐらいはっきり物言う組織だったら、円区ぐらい行っちゃってもいいんじゃないというような気もしないじゃないですか。あえてパイロット的運用したその狙いを、やはり冒頭にも申し上げましたけれども、今回こういうことに踏み切るということ自体は我々は評価をしているわけですね。それで議論だけ積み重ねていくということよりは、実際に、やってみて問題点をより明らかにし修正をする、こういうやり方の方がいいんだろうというふうに判断したということです。したがって今回導入をされる過程にプロセスについてはいろんな注文は申し上げますが、やはりこれはパイロットプランであるということを明確にした上で、やっぱり見直しを、ちゃんとしていくということを政府には要請したいということですね。これを延期って言ってしまうと議論だけは空転をし、労働環境っていうのはさらに悪化をしていく、そして日本がこういうものに踏み出すタイミングをさらに遅らせてしまうというのは国益にも反するというふうに我々は考えています、はい、もう一個だけ、この中で提言されているクォーター制の導入なんですか、はい、こういう仕組みを海外とかここで使っているのはあるんですか。ありますね。これは確か、韓国なんかそうか、ね、ドイツとかね、かなり我々勉強させてもらった国の中ではこういう考え方で、やってる国はあります。今回の提言はそういう意味で海外の事例をかなり踏まえてやってるということです。
幹事社から以上です。各社どうぞ。すみません、あの NHK の篠崎です。はい、あの改めて、まあ、このこういうことに踏み出す、あの評価されるとおっしゃってますけど、その前提として今の日本の労働市場が置かれている状況、安全人材に関して改めて、はい。はいあの今置かれている状況というのは、まあ、人口減少社会で明らかに高齢化が進み いわゆる統計上の労働力人口の比率っていうのがどん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 下がっているんですね。これが止められない状況であるということであることと、それから現実に、業種によって本当に、人材が足らないと有効求人倍率が非常に高いというふうなところが出てる。そういうところについてやはり外国人労働を受け入れる、業種っていうのはやはりあるだろうというふうに思われますね。だから、そういうところに踏み出すタイミングとしては正直我々は、まあ、産業界としてはギリギリのタイミングまで来てると、これ以上伸ばせないだろう。ただし本当に将来に禍根を残さないような仕組みにしてほしいというのはありますんでね。したがってあくまでも入り口はパイロットプラントでしょうという言い方を今回はさせていただいてますね。あのしたがって、まあ、政府も2年後には見直すというふうな方向を示してらっしゃるので、そこに至るまでの過程において議論は止めないでほしいということですね。それであっても今やっぱり進んでいかないと、進んでいかないと大変だと思います。それは日本にとってですか、あるいはその外国人材が、あのまず日本にとってということですね。あのもう正直言って日本は、外国の方々にとって働き場所として、いいかというと優越あの、まあ、他国に劣をしてるんではないかと、魅力的な国ではなくなってる可能性を大いに我々は危惧をしています。そしてまた、まあ、2つ目はやはり企業のサイドでいうと、やっぱりオリパラ、オリンピック・パラリンピックというふうな、まあ、イベントも含めてですね、非常に厳しい状況に置かれている産業がたくさんあります。そこについて、やっぱり今あの、仕組みっていうのはですね、本音と建前がこうギャップがありすぎて、そういうところで異常な問題が発生しているわけですよね。あの失踪の問題であったり、低賃金での労働を、ね、強いたりと、だから本来の目的と違う形でこう言ってるものを正すということで、我々民間企業としてもあるいは農業の団体にとってもちゃんとした形で受け入れが可能な仕組みをやっぱりそろそろ明確に作るべきじゃないかな。そのグランドデザインがやはり書いていくタイミングであるというふうに思いますね。はい、はい、読売新聞です。はい、あの皆さん、あのヤマトホールディングスの立場としてです、ね、はい、今のその、人材不足というのをものすごく痛感されていらっしゃるので、はい、あの今回のこの提言はですね、はい、まあ、他の、まあ、経団連とか、まあ、一緒に比べてもかなり、まあ、パイロット運用しろとか、はい、まあ、かなり踏み込んでいるというか、はい、まあまあ、というからしいというか、どういうその木下さんとしてその現場のどういうことをこう受け止めて、どういうことを感じて、それをどういうふうにこの提言に出したというふうに考えますか。我々の業界、残念ながら従業種の中に入ってないんですけどね、まあ相場やはり、例えば大型トラックの運転とかですね、そういう領域にまで広げてほしいというふうなことがありますよね。やはり我々、特に労働力不足の大きな中心はやはりサービス産業に、なっていると思うんですね。サービス産業の現状というのは、本来の就労を目的としない方々がバイト等でやなっているとか、技能実習制度が本来の目的とずれてやられていると、こういう実態が我々民間サイトから見えているわけですね。それをただ単純に糾弾をしていくだけではやはり、もう仕事が回らなくなるという実態をやはり我々は肌身で感じている。そういう観点で今回の提言にはかなりちょっと力が入ってしまっているということですね。はい、かなり踏み込んでいる部分はたくさんあると思いますね。あの国の関与をここまで求めるというのは本来我々がやってきた主張なのかというと、本来は規制緩和なんですけどね。
でも単純に民間に任せるなんてやり方はしないでほしいというふうにそれは強く申し上げたいと思います。今見せてね、はい、トラックの話してたんだけど、うん、その教育技能実習で受け入れてる、うん、例えばセミスターを受け入れてる業種なんかの方は、はい、そういうのを見据えてね、はい、やっぱりあの国家資格を取らせるようにやっぱり労働力として位置づけると、はい、入り口でその最初から教育技能とかじゃなくて、はい、労働力として受け入れるからこうしろっていうのは多分業種的にね、はい、このことあると思うんですよ。あの従業種入ってらっしゃらないとおっしゃるけど、あのまあコンビニだって夜はみんな留学生やってるんだけど、はい、その辺をこう整理してやらないと、はい、だからあの今制度の歪みがあるわけですよね、うん、あのなし崩し的にこのまま今の仕組みの中で外国人労働力が増えていくことをこれが良しとするのかというとそれは明らかに違うんだ。だから単純労働の領域に近い技能労働者っていうふうな位置づけになりますが、やはりそれをね、僕は間違えてほしくないのはすぐ移民の問題にすり替えるような形でこれ拒否をしてると日本の国は回らなくなるという現実をやはり国民にもちゃんと、我々もそうですけど国も説明をしていくべきだろうと思うんですよね。その上で、じゃあどういう受け入れ方がいいのかこれを考えていくということですから、まあ、入り口は業種をこういう形でね従業員から入りますけれどもかなり、本当に必要な業種ってこれ以上あると思います。あるいは業種分類自体がもうねどんどん世の中の実態と変わってますよね。そうするとその業種にある企業の中でもそれと違う職種に転換をしたいって希望がこれから生まれてきますよね。そこのうまく流動化もしていかないといけないんですよね。だからそういう意味でも弾力化は不可欠であるし、そこを恐れてはいけないんだろうと思いますね。あの横断その受け入れと出す機関っていうのは、ね、はい、管理団体っていうんですか、はいはい、そういうのをその常に民間企業の中で作られてるところってございますよね、はい、例えば、はい、あの損害保険会社さんとか、はいはい、日賀さんのところはそういうのは、はい、いやそこはじゃないですけどね、それやっぱり、はい、あのしっかりとした団体が出すところも受け入れもあった方がいいということで多分やられると思うんですが、あのやはりねあのここの登録機関にしろ受け入れ支援のね機関をする、これはちゃんとした機関でないといけないわけですよね。そこに変なブローカーが、ね、介入をしたり、特にこのブローカーの問題っていうのは日本国内っていうよりは外の、ね、送り込む国サイドの問題も含めてやはりきっちりと監視をしないといけないし、それから入ってきたらその 単にその支援機関というものが形式上だけの問題なくて実態的にいろんな起こっていく可能性のあるいろんな問題点について助言ができる支援ができる実態がないという感じですよね。だからもうすでに、まあ、技能実習制度の中で、ちょっと間に入っているところでいろんな問題を起こしてしまっている、そこを見過ごしてうまくコントロールできてないような機関がそのまま登録機関になりましたと、ね、経験があるからと、あの、ね、これはパブリックコメントに書いてある、まあ、そこのところなんですけどね、あのこういうところがスーッとなっちゃうと同じことが起きますよ。そこのところはちゃんと配慮をしないといけないんですね。だからやはりその資格性、資格ね、そういう機関に対しても、ね、ちゃんとしたチェックをし評価をし、そしてそれをあの、ね、お墨付けをつける、こういう仕組みをやることによってやはり物事の、ね、進み方っていうのは良い方向に行く。あの、まあ、日本がね、犯した過ちっていうのは作っちゃったらそれでだって民間にどうって言わせて大変な状況になるまで次の手が打てないっていうのがね、これを繰り返したら絶対今回はいけないですね。ちょっと あんまり私が個人的な意見を力説してもしょうがないんですけどね、すいません、はい、日本新聞の吉田と申します、はいはい、このタイミングで発表されたというのは4月の、はい、いやこれはたまたまです。実は、この委員会っていうのは、まあまあ、私も発議をして、やっぱり人口動態的に大変な状況になるよっていうので2年前に始めたんですね。それで2年間かけて、検討していく過程で、まあ、政治の世界でもこういう流れに急になって、
あまりにもタイムリーにこの発表のタイミングが重なったと、うん、本当はもうちょっと前にやった方がかっこよかったんですけどね、先取りをして ただ政府の考え方も明確になってますし、対応策が具体的に出てるんで、今回の提言の骨子で、注文を出してるところっていうのはよりお分かりいただけやすいかもしれませんね。はい、財源の話、はい、自治体への財源の話が出たら、はい、なんか想定されてる規模とか、その原資となるものがどういうものなのかとか、うん、ここはですね、ちょっとあれは何ページだっけ、あそこに金額書いてるかな、そうだ、財政金額はそこでは書いてないね。ちょっとこの辺の財源はですね、やはり厳しい財源の中で国が捻出をするということですから、やはり、その政策の優先順位付けっていうのは大事だと思いますけどね。ただ我々ない財源を勝手に作ってくださいっていうことをこう提言してるんじゃなくて、この問題に、当てるべき、財源に見合うようなね、削れるものは間違いなくあるというふうに思いますよね。何ページ、ね、だからね、23ページなんだけど、この財源のもっとの本物の原資をどこにするかっていうのを僕らはそこまでは特定はしてないですね。したがってなんとかこれは優先順位の高い施策としてやってくださいよと。そうでないと、受け入れてみたもののね、いろんな自治体への負担っていうのはこれ間違いなく大きいと思います。地方自治体のね、国というよりはもう運営は現地に行きますからね、したがってそこには優先配分をすべき、だから財源は我々は問わないというとちょっと、格好悪いんですけど、財源の議論までしてると提言できないんだね。すみません、1点だけ確認なんですけど、パイロット試験的な運用しましょうとか、そこが大きな核だと思うんですけど、ここに書いてあるですね、この核軍備について十分な研究や議論がされたとは言い難いと、さらっと書いてあるんですけど、具体的にはどういうことを十分じゃない、これをつらつらここへ書いてある、ここの提言そのものが本来は議論されて、かなりのフレームとしてね見えて、スタートするっていうのが本来の姿だということですね。したがってここで書いてある中長期的にはっていうね、2番目のところに書いてあるのが、それから1番目のところで言うとクォータスですよね。こういうものが本来はきちんと議論をされ、そして、組織的にも省庁横断的な組織が少なくも立ち上がって、議論をしていくという流れが本来で、あればいいし、それから技能実習制度との接続っていうね、流れ込んでしまうと、そうすると本来目的が違う制度がここでくっついちゃうわけですよね。ね、これは本来は明確に審別をした上で、やっぱりスタートすべきだったんではないかなということですが、ただ時間的な問題とかですね、議論がスタートする過程、を考えると、こういう形でなだれ込むのはもうしょうがないとして、入り口で短期的にやるべき問題、と、それからでもこれはあくまでもパイロットプラントだという意識で見直すんだということを明確に国民にも分かりやすく、ね、言ってもらった方がいいかなというふうに思いますね。単純に枠組みを作ったんだけども、ここにも書いてますけど、はい、日本が外国人材を受け入れるというと、成長戦略として描けてないっていうか、外国人労働力が取り込めないと成長ができなくなりますよっていうのは共通認識だったんですね。 だから、ダイバーシティの問題ありますから、当然女性とか高齢者とか、ね、そういうものと同じように外国人材もちゃんと、いい形で受け入れられる仕組みっていうのは、これ企業サイドでも用意をしないといけない、その制度も作るということですが、その入り口である外国人材の受け入れが、何度も繰り返していますけど、ちょっと今の制度の枠組みでいうと非常にいびつですよね。
だから就労目的以外の方々が単純労働を支えているような姿になったりね、本来研修目的の人が、まあ、単なる労働力と低賃金の労働力で使われたりというふうなことは、これはやっぱり外から見る国から見てみると、日本ってなんという国だというふうに見えるかもしれない。それが将来過去の可能性があるということですよね。まあ、そういう意味ではギリギリのタイミングかなということです。点だけ議論が足りない一つの例がこの家族の帯同のところかと思うんですけども、はいはい、これ一方でおそらくものすごくいろんな意見があると思うんですけども、はいはい、あえて盛り込んだ狙い、はい、家族帯同については、まあ、議論が足らないというよりは議論がまだ本当にされてない状況だと思います。したがって入り口においてある一定期間やっぱり家族帯同はダメという入り口は僕はやむを得ないんだと思います。だけど、やはり安定的な、ね、雇用として外国人の方々、有能な外国人を、ね、入れていくということになったら、やはり欧米の、ね、国では当たり前のように運営をされている家族帯同の問題もやっぱり考えるべきだろうなと。これは拙速に、やれということを申し上げているんじゃなくて、その議論をちゃんとやってくださいと。で、その、メリットデメリット確かにあると思うんだけれども、我々が同意会の中でやった、アンケート調査だと、まあ、パーセンテージは明確ではありませんが、やはりこの受け入れ、じゃなくて家族帯同というのを認めるべきじゃないかという意見が、すごくたくさん出てきています。それは人道問題というのも含めてね、やはりそういう問題はタブー視しないで置いてください。その問題と、移民問題っていうのを、まあ、直の対応で説明をしすぎないようにしていただければなと思います。はい、すみません、そろそろ、はい、予定の時間で、あとはおっしゃってくれてしまいました。はい、どうもありがとうございました。